インド洋の島国モーリシャス沖で日本の貨物船が座礁して大量の重油が流出し深刻な環境汚染をもたらしている問題でモーリシャス政府は17日までに岡山県にある船主の流し汽船や保険組合に損害賠償を請求する方針を発表しました座礁した船は船体が2つに割れ油がさらに流出したとみられています モーリシャス政府は経済、社会、環境面に影響が出ていると指摘し環境汚染による損失や損害の法的責任を追及するとしています長敷汽船はすでに責任を痛感しており賠償については適用される法に基づき誠意を持って対応させていただくと声明を発表しています。